安倍首相は今年の 3.11 の時のスピーチで復興が着実に進んでいるなんて言ってましたけど、でも現実は僕はそうじゃないと思うし、今まで戻るのが困難だった地域にどんどん人を返すようにして、そしていかにも復興が進んでいるようにごまかそうとしているような気がしてしょうがなくて、でその中で保守の方が恐ろしくて、ふるさとを離れた人たちと、でも政府の言うことを信じて戻る人たち、あるいは住み続けている人たち、そういう人の間でいがみ合いとか批判をし合うようなことが起こっていて、そういうのとやっぱり僕は一番政府の思うつぼじゃないかなと思って、僕はそういう本当に厳しい現実を前にして作った歌で、2倍遠く離れたらっていう歌を聴いてください。考えてください。